ターバンを巻いたセリム一世イターバンは伝統的に中東諸国及びインドで用いられる頭に巻く体状の布。イスラームではアッパース長期以降宗教的経験者の象徴として扱われ、現代でもウラマーやイスラーム復興に親近感を持つ者が好んで用いる。また、インドなどの執教とも日常的に用いており、インドにおいては ターバン着用者は二輪車運転時のヘルメット着用を免除されているほか、軍隊にも制定品が準備されている。こうしたことからターバンは、イスラームやインドに対する外部からのイメージの中で、重要な位置を占めるが、現在では単に頭部の布巻物という非常に広い意味を持っている。したがって必ずしも、イスラームなどと結びつけられるものではなく、布を巻いた形状の帽子も、 ターバンと呼ばれて売り出されている。ターバンという語はペルシア語ダルバンドがトルコ語ダルベントを経て15世紀末頃からヨーロッパ諸語に取り入れられたものである。アラビア語ではイマーマと呼ばれる。ヒンディー語ではパグリーまたはウシュニーシュと呼ばれる。ただしターバンを上記の定義のように捉える場合、ドゥルバンドはそのうちの一つに過ぎず、イスラーム世界におけるターバン。 それもイメージされるような男性が用いるターバンを指す、用語だけでも非常に多彩でありそれぞれ形状を意味する。アラビア語の今アまが日本語のターバンの意味やイメージに近いが、それでも1対1対応するのではない。ターバンは通常、扁平で頭の形に沿った丸い帽子をかぶり、そこに巻くもので、発汗の抑止や布を巻くことで空気を含ませて、頭部の厚さや、 寒さを抑える効果、あるいは砂漠地帯では砂避けの効果を持つ。同時にソーシングとしての視覚的意味合いがある。現在のターバンは扁平で頭の形に沿った丸い帽子を被り底に布を巻くものだが、帽子と布巻きはそれぞれ分けて考える必要がある。帽子自体は非常に古い起源を持ち、円柱状の帽子は古代エジプトやハカーマニシュで用いられたものであり。 ジャーヒリーアのアラブにとってペルシア人の象徴でもあった。それに対して布を巻いた形状はアラブに特有のものとされた。イスラーム期においても布を巻くということがアラブのアイデンティティであるという主張がなされている。身分表示機能も重要で、歴史的には武漢に対する文官、フラマーとしての身分表示や特定のスーフィータリーカへの所属、宗教、出自など様々な意味を持った。 例えば現在のイランでは、黒ターバンを巻いているのは預言者、ムハンマドの子孫聖移ドのウラマーである。また19世紀以降、各国で近代主義的改革が行われるようになると、ターバンを巻く者はこれに反対する伝統主義者と見られるようになった。現在都市部では、ウラマーやイスラーム復興主義者でもない限り、ターバンを巻いた者は、ほとんどいない。ありがとうございます。